どうも金木です。今日はカルティエのタンク、先日初めての高級時計みたいな動画をお届けしたわけですけど、それに本当に間髪入れずもう一回時計をご紹介していきたいと思ってます。個人的にはカルティエのタンクはファッション好きの上がり時計と言ってもいいのかなと思ってます。タンク自体はいわゆる雲上時計のような高級時計ということに該当することはないかなと思うんですが、高級時計に匹敵するような美しさがあります。個人的にファッション好きの上がり時計を3本あげるとしたら、カルティエのタンク、ジャガールクルートのレベルソー、そしてパテックフィリップのカラトラバの3本になるんじゃないかなと思ってます。この3本に共通することは小ぶりなフェイス、分厚さがない、で主張性がなくシンプルであるということ、この3つが特徴なのかなと思ってます。つまりどんなファッションをしても時計が主役になることがないということが、一つファッション好き、洋服好きの上がり時計という一つの根拠なのかなという気がしています。正直なところ、少し分厚めのフェイスの時計はファッション以上に時計に目が行きがちかなと思うので、私は時計に目が行かないような少し小ぶりな時計を好んで使っています。その今お話しした3本の時計の中でも一番おすすめなのがアンティークのカルティエのタンクです。新品のカルティエのタンクはだいたい30万円ほどで購入できます。レベルソは60万円から70万円ほどします。パテックフィリップのカラトラバはモデルによってかなり変わるんですが、最低でも100万円以上というモデルになっています。最初の入り口としてはカルティエのタンクが一番入りやすいんじゃないのかなと思ってます。そのおすすめのカルティエのタンクの中でも最も手頃なのが意外にアンティークのカルティエのタンクなんですよね。ここからは少し詳しくカルティエのタンクの歴史を振り返りつつ、その魅力をお話ししていきたいと思います。カルティエのタンクはデザインは1917年、発売は1919年と言われています。イクイクワイマールの年ですね。タンクという名前の通り戦車のデザインがモチーフになっています。確かにこう見てみると底の面が平べったくて盛り上がってますよね。これがまあ少し戦車っぽいというデザインになっています。ここからは面白い話なんですが、タンクの生まれた20世紀初頭は時計が懐中時計から腕時計に変わる移行期でした。世界初の腕時計は先日ご紹介したブレゲが1810年にオーダーメイドで作ったものだと言われていますが、当時は腕時計の率ってあまり高くありませんでした。商用化することも全く考えられていませんでした。商用化のきっかけは1880年でドイツの皇帝ヴィルヘルム1世がジラルベルゴに海軍用の時計を2000個発注したことがきっかけだと言われています。これが一般的に量産された初めての腕時計と言われています。つまりもともと一つ一つ注文を受けて作っていた時計が量産化に切り替わるタイミングと言えるのではないでしょうか。このターミングポイントが1880年であり、そのきっかけが戦争だったということが非常に面白いなと思います。1919年は皆さんご存知の通り第一次世界大戦が終わった翌年です。改めて腕時計の必要性というものを戦争を通じて感じたわけですね。つまり、いわゆるパイロットウォッチなど、または陸軍の方もそうかもしれませんが、懐中時計がポケットに入っていて、ポケットからわざわざ時計を出して時間を確認するとなると非常にリスキーですよね。この懐中時計を腕に巻いていたという発想で腕時計が出来上がりました。皆さんが当たり前のようにつけている腕時計も、戦う際に懐中時計をわざわざポケットから取り出せないように済むために戦いやすく作られた、そういった合理的な理由が原点にあるという点がやはり面白いんじゃないかなと思ってます。少し脱線しますが、 T シャツも同じようなストーリーです。第一次世界大戦中にアメリカの軍兵がヨーロッパ軍が着ていた分厚いアンダーウェアを薄く真似て作ったのが T シャツの原点だと言われています。この時計の最も特徴的な部分がラグです。時計から少しはみ出したベルトを固定する部分がない、時計と一体化したデザインになっています。ブレゲと比べてみると時計の丸本体に対してこういったラグがくっついている構造になっているわけですけども、カルティエはそういった構造になってなく、時計本体とベルトの取り付け部分が一体化のデザインになっています。個人的にこのデザインを作ったのは本当にカルティエならではだなと思いまして、なぜかというと先ほどの時計の歴史とつながってくるんですが、当時の腕時計は懐中時計をベースにしています。懐中時計をベースにすると懐中時計という丸い時計にラグをくっつけるという発想になるので、いわゆる足し算の発想ですよね。なので中古市場などで古い懐中時計にラグをつけた時計っていうのは結構出回っています。懐中時計は 40mm、50mm、 非常にでかい時計が多いので、そういったでかいフェースに無理やりラグをつけているので、少し実用的じゃないような時計が結構意外に出回っています。けどこの時計は完璧にラグと本体が取り付け取り外しできませんよね。つまり懐中時計にラグをつけて腕時計が完成するという発想が主流の中、
完璧に腕につけることを前提に作られた時計というのが非常に新しいのかなと思います。ここが時計メーカーの発想ではなく宝飾メーカーならではの発想として出来上がった時計と言えるんではないでしょうか。タンクのデザインはアールデコです。アメリカを中心に1910年から30年代頃に流行ったデザインの傾向を指しますが、幾何学的直線的なデザインが特徴です。幾何学的直線的なデザインと聞いてカルティエのタンクを見てみると、確かにと思われますよね。つまりカルティエのタンクはアルデコを体現した芸術品とも言えるんではないでしょうか。今私が持っているこちらのカルティエのタンクはマストタンクというモデルで、1972年に誕生したモデルです。位置付けとしては完全に大衆層を狙ったモデルで、高級ラインのルイ・カルティエの普及版として誕生しました。でここからかなりディープな話になるんですが、最初期のマストタンクはマストドゥという表記がありません。そして側面のこのネジの部分もありません。リューズのサファイアも非常に角みがありますよね。鋭い形になっています。現在のモデルや80年代のタンクと比べてもかなりリューズのカッティングは違うなという印象を受けます。1970年の半ばからマストドゥの表記が現れてきます。しかしムーブメントはまだ手巻きです。正直な年代は分かりませんが、70年代後半から80年代にかけてムーブメントが手巻きからクォーツに切り替わっています。今現在だと手巻き時計よりもクォーツ時計の方が少し安価なイメージが強いかなと思うんですが、当時はクォーツ時計に切り替わったことで時計の正確さが増して、むしろポジティブな評価を集めました。つけてみるとこんな感じのサイズ感です。 LM と SM サイズがあるんですけど、結構初期なモデルでこの中間的なサイズ感なのかなという気がしています。正直私は時計として使わずにブレスレットとして使っているので、 SM でもいいのかなっていう気がしてます。今10時6分ぐらい指してますが、私この時間ぐらいからだいたいリューズを回さずにこの時間から動かしていません。もう完璧にアクセサリーとして使ってます。ちょっと注意いただきたいのが、アンティークのカルティエは10万円から15万円ほどで購入できます。ですけどオーバーホールをしようとすると、きちんと正規店に頼むと10万円ほどすると思います。ヴィンテージゆえの怖さであり、長期的なことを考えるとクォーツ時計の方がある意味おすすめかもしれません。でですよ、なぜ私がこの時計を買ったのか全く語ってないので、なぜ私がこの時計を買ったのかお話をします。一言で言うと、つけてる有名人芸能人がイケてるからです。ちょっとメモを見ながらお話をしますが、タンクを愛用している芸能人はトルマン・カポーティ、アンディ・ウォーホル、アラン・ドロン、イヴ・サンローラン、パティ・スミス、僕が好きな有名人につけてるのはこの5人ぐらいいます。その中でも一番好きなのが、一番というか2人ぐらい好きなのがカポーティとウォーホルです。この5人からカポーティを選ぶあたりに少しインテリジェンスを感じさせてくる雰囲気かなと思いますが、カポーティはいい作家です。ティファニーで朝食をという本を書いたことで知られていますが、同じく有名なのが冷血という本ですよね。コールドブラッドと書いて冷血なわけですけど、そのタイトルだけでビンと中二心そそりますよね。実際にカポーティが死刑になる犯罪者を取材しながら書いた本だと言われています。気になった方はぜひ読んでみてください。そして最後に、カルティエのタンクを最も愛用していたと言われるウォーホルの名言でこの動画を締めくくりたいと思います。